はい、バンコクの T2DKK です。久しぶりにね、ちょっとバンコクを離れて、まあ、海でも眺めながらちょっと早めの夕飯を取ろうというところで、今バンコクをここ出るところですね。1時間ぐらい、ずっと高速を行くと、バンパタヤ方面に向かってるんですけど、ね、山がね、タイでは珍しいんですけど、山が見えてて、この先を降りたところにね、バンセンっていうね、海があります。そこに、今回は、チャリオットっていうね、なんか2、3年ぐらい前にできた、タイ料理レストランみたいなんですけど、まあ主にシーフード、なぜかピカシュが右にいて、入り口の左側には、スパイダーマンとか仮面ライダーとかアイロンマンなどなど、どう見てもバッタモンだろうとが飾ってありました。食事の前にね、裏側に回ってちょっと塩菜をね引いて、久々にね、詳細を聞いて開放感出ましたね。もうタイ料理の定番をとりあえず頼みましたね。エビのね、料理とか、カニチャーハン、野菜の炒め物ですね、椎茸も入ってるですね、トムヤムくんもうね、これはシーフードのいろんなイカとかタコとか入ったなんかね、みたいなですね、ね、トムヤムくんもうまさにタイのもう代表するね。ここのはね、そんなに辛くなかったんで、ね、ちゃんと食べられました。ね。これはココナッツをくり抜いて、その中にね、いろいろシーフードを混ぜて。もう今回はね、ちょっと短めで、片道1時間半、往復3時間、まあ、なんだかんだ4時間ぐらいかかりましたけど、まあ、たまにはね、ゆっくり、夕飯でもね、取るのもいいんじゃないかと、気晴らしに最高ですよね。うん。ということで、今回は短めで失礼します。